お台場 TV、ワチミー TV をご覧の皆さん、こんばんは。服部あゆみです。毎週金曜日のこの時間は、お台場レインボーステーションの時間ですよ。イエーイ。さて、今週のメンバーは、第14期シーサイドイメージガールの和尚恵子と、はい、同じく14期イメージガールのミスこと桃井みすずです。うん、テンション差が激しいですね。明るいワッシー、ミスを見習って上げていきましょう。上げてく、上げてく、うん、それではそんなワッシー、元気よく元気よく了解です。今日のラインナップお願いします。はい、午後8時5分頃から臨海地区で開催されるイベントを紹介するレインボーエクスプレス、イメージガールがおすすめ商品を紹介するシーサイドマルシェ、そしてシーサイドお台バトルへと続きます。午後8時20分頃からウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週のウィークリーパーソナリティはニコテンがお送りします。最後はエンターテインメント情報。今週は本日公開の映画バードマンと、明日公開の映画ギリシャに消えた嘘、そしてマジックインムーンライトをご紹介します。はい、今週も内容盛りだくさんでお送りするお台場レインボーステーション、最後までお付き合いください。それでは本番に向けての意気込みをわし。はい、テンション上げて頑張ります。本当か、頑張ろう。ミス、はい、今回まだ2回目なんですけど、うん、緊張してますが一生懸命頑張ります。頑張りましょう。お台場レインボーステーションスタートです。お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、服部あゆみです。第14期シーサイドイメージガールの和尚恵子です。はい、同じく14期イメージガールのミスこと桃井みすずです。うん、ミスは元気良さそうだけど、グチョブグチョブグチョブ、なんか違う英語な気がするけれども。わしは、はい、元気ですよ。テンション上がってるか。上がってますよ。こんなすごい洋服はね、テンション高そうなんだよ。さくらんぼが散りばめられてるね。そう、白地に赤がてん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 っていっぱいなっててね、うん、かわいらしいけれど、うん、半蔵も雨だけど元気出していきましょうよ。元気出していきましょう、うん、はい。ということで、久しぶりのラジオかな、2人とも。そうです、久しぶり、うん、そうだよね。何やってたのその間。 何をやっていた、うん、私はいつも通り自分のアイドル活動を。お、いつも通り。はい、あの今回最近、あのお台場のゆりかもめ線にある新豊洲駅の近くにある豊洲ピットっていう会場でのライブのオープニングアクトを務めさせてもらって、オープニングアクト、ね、はい、おー、あそこ3000人入る規模なんでちょっと緊張しました。お客さんいっぱいだった。いっぱいいました。わー、お台場のね、シーサイドイメージガールっていうことで、はい、ちょっと関連があっていいね、新豊洲でもライブっていうのは。うん、またここ、うん、自分に、すげえ自分に立ちたいなと思いましたね。あ、イメージガールのうちに。ワンマンライブ。おー、いいね。すごい。私もワッシーじゃない。ミスのツイッター見てるので。あ、恥ずかしい。そう。辛い。たまにお気に入りする。あ、もうどんどんお気に入りする。ガンガン来ちゃって。これお聞きの皆さんもミスのツイッターをお気に入りしてください。うん、フォロー待ってる。ワッシー。はい、私ですね、昨日、うん、あの映画シンデレラのジャパンプレミアにリポーターとして行ってきました。あ、すごい。いいな。そうです。いや、でも結構寒かったので、うん、もう頑張りました。何を頑張った？ちーちゃんと一緒にレポーターしたんですけど、うん、あの慣れないので、うんうん、あの本当にすごいねぐらいしか言ってないんですけど、申し訳ないんですけど、感動がね、うん、すごいねしか言えないくらいの感動がね、うん、すごい間近で見れたので、うんうん、よかったです。感動した時ってすごいしかいないですよ。ですよね、うん、息飲んじゃうとかね、もう無言みたいなあるよね。そっか、じゃあわしもだんだんそれですごいっていうのもね、すごいからすごいになるよね。ね、はい、大きい声が出るよね。そうそうそう、はい、いければいいと思います。私も今日お台場でたこ焼き食べて射的して帰ってきました。以上。どういうことなんですか。ソロお台場よくやるの。すごい。それでは番組インフォメーション元気よく、わしお願いします。はい、お台場レインボーステーションは東京半蔵門にあります東京 FM ミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462
ファックスの場合は東京03-6457-1462へお送りください。そしてスタジオの様子をユーストリームでライブストリーミング配信しています。フジテレビラボ LLC が運営するネットテレビ局ワッチミー TV でもご覧になれます。どちらも音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。そしてさらに iPhone の無料アプリチューインラジオでもこのラジオをお聞きいただくことができますので、 iPhone をお持ちの方はぜひダウンロードしてみてください。はい、わしありがとうございます、はい、ではここで1曲お届けします。ノリノリのテーマでミッスンに選曲してもらいました。曲紹介をお願いします。はい、ラブリードールで恋のマジック。これは確かにノリノリな感じだね。初めて聞いた。可愛いんですよこの曲。でこれライブでもやるとき可愛い曲。あ、そうです。先に言っておかなきゃね。アイドルが好きなんだよね、はい、特にラブドルさんが好きなんです。なるほどね。なんでこの曲を。アイドルソングってさ、全体的にさノリノリとか激しいってイメージがあるんだけど、うん、どうしてこの曲を選んだの。この曲がこうなんか結構恋愛をテーマにやっぱしてて、うん、やっぱ今春になって新環境っていうんですか、うんうん、になったばっかじゃないですか。やっぱそこって出会いの場だと思って、いいね、やっぱ恋とかがこう生まれるのかなって思った時に、結構こうノリノリで片思いとかそういう系の楽しい曲を選ぼうと思って、うん、なんかワクワクノリノリ系なので、うん、ちょうどいいかなっていう。ミスは今年の春ありましたか。出会い。出会いですか、うん、アイドルなんで、うん、ないですねダメなんで。あ、そっか。そうなんですよ。本当はね、恋愛禁止なのみたいな歌あったしね。恋愛禁止です、私。そうだね。相手でやってるんで。私とは？え、どこですか？ごめんごめん。そういうことよく言っちゃうんだけど、女の子が大好きで私。あ、そっち系の方ですか。そう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 。そっちの方です。そっちの方なので。だから結構ね、くどいちゃうんです女の子。なるほど。ミスミスの方も。あ、本当だ。コメントくださってる。ラブドルで笑わないで、もうさ。はい、ミスミスの方がいらっしゃいます。ありがとうございます。福友さんも今日もありがとうございます。元気あり余ってますよ。うん。ワッシーはノリノリってどんな時にノリノリになるの？ノリノリ、いつでもノリノリです。嘘だ。嘘。嘘だ。今ノリノリです。本当に？じゃあその感じをちょっと、もうちょっと出してみて。うん。頑張りますよ。出してみて。今。今？うん。これはノリノリとはノリノリの前、シュールだったね。ノリノリの前なのね。あ、これ前だったか。それが声に現れるといいね。うん、ノリノリが。近日臨海地区で行われるイベントをご紹介します。4月11日と12日パナソニックセンター東京で川村のコマが開催です。4月18日と19日青海地区 NOP 区画青海臨時駐車場で東京ドリフトインお台場が開催です。4月24日東京カルチャーカルチャーでモルディブカレー&初ガツオを食べ尽くす会モルディブと高知が出会ったぜよカツオ外交の夜明けが開催です。気になるイベントがありましたらぜひ足を運んでみてください。続いてはこのコーナー、始まりましたシーサイドマルシェ。このコーナーはシーサイドイメージガールが今流行っているものをリスナーの皆さんに独自のやり方でおすすめするコーナーです。今週も14期の2人にはおすすめ商品を持ってきてもらっています。はい、準備はいいかな、はい、大丈夫です。大丈夫です。それでは今回のテーマは持っていると気分が上がるものです。おお、ぶち上げましょう、はい、ぶち上げですね、ロケット。それではまずワッシー、はーい、何持ってきましたか。じゃん、あら可愛らしい。そう、これはフェルナンダのフレグランスハンドクリームです。あ、ハンドクリームなんだ。このチューブはそう、うんうん、あのね、とてもいい匂いがするんですよ。お、実演販売のお姉さんだ。これを頭にちょっとつけて、うん、あ、スリスリ音がする、いいね。つけて、ハンドだけじゃない。そういうところにつけんの、首ネックだ、香るように。あ、いい匂いじゃない。香水、自分の香りみたいな。あ、本当に
匂いだね。あ、いい匂いする。あのお風呂上がりのお姉さんみたいな匂いしない？男子が好きな匂いですよこれ。お風呂上がりの。本当に風呂上がりの匂いだよね。確かにそうです、ね、すごい。いい匂いなの、うん。いい匂いがする。かわいい。しっとり。これ何の香りなの？ね、うん、ジャスミンとヨーナシって書いてあったんですけど、まあ、そんな感じのフルーティーな。ヨーナシってこんな香りするんだ。フルーティーですね。うん。うん、こんな。で香りって結構さ落ち着くために寝る前にとかだと思ったけどこれは上がる匂いだった。私にとっては私も結構上がってる。よし上がってる今よし手が上下に動くのね上がるとこれがちょっと分かったサインだ、うん、それが電波の合図ということで、はい、このいい香りに包まれながら今日は放送できるのね。やった幸せ。続いてミス、はい、何持ってきてくれましたか？はいこちらですね、ワンナイト人狼さんから販売されてます。ワンナイト人狼まんまですけど、カードこれカードゲームです。あ、そうなんだ。あのゲームソフトみたいな箱だから、はい、ゲームの作りかと思った。中はこういったカードになってる。トランプとかウノみたいなのが入ってるんだ。そうです、人狼ですねこれが、うん、村人とかこれあのワンナイトなんですごい短い時間で遊べるんですよ、うんうん、人狼ってすごい流行ってるもんね。そうなんです。だからなんかこのちょっと暇だねってなった時に、うん、私人狼持ってるよって出せたらめっちゃテンション上がるじゃないですか。上がるよ。常に入ってますから、ね、あ本当に常に入ってるの？本当に常に入ってます。後でやろう。あ3人だときつい か、スタッフさん巻き込んでちょっと OKOK そしたら7人確保できるね。そうです確保してできます。よしこれうん、これも1500円ぐらいなんですけど、うん、でもいつでも遊べて何回でも使えるからへー、うん、お手軽です。そうだね確かに。いい、ね、得意ミス私結構得意な方です。あそうなんだ。でもすぐ人狼って言われるんで。あそうなの、うん、人狼っぽい顔してるねってよく言います。なんか企んでそうな企んでそう表情、うん、にやりみたいな。それは今の顔か今の表情のせいか今のせいですね完全に。ワッシーは、うん、私絶対苦手です。ダメそうだよね。なんか苦手そう、笑っちゃうかもしれない。もう追放してくださいみたいな。でもそれでいい。そういう感じするよね。それでいいです。でも実際追放したら占い師だったみたいな。そう実は大事だった。そう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 、そういう感じが出てるよね。ぽい。いやテンション上がるな。どっちのものも。いいですね。ハンドクリームもワンナイト人狼もキャラクター出るねこのコーナーね。そうですね。うん、女子力とって感じになってもね。女子力とゲーム力とみたいなね。ということで本日のシーサイドマルシェは持っていると気分が上がるものをご紹介しました。次回もお楽しみに。続いてはこのコーナー、イエイ始まりました。シーサイドお題バトル。うわー私この時間が一番好きです。おーめっちゃ今テンション上がってない。そうガッツポーズ。このコーナーはですね毎回違うお題で14期シーサイドイメージガールにお台場のプレゼンバトルをしてもらいますということで、バトルといっても殴ったり蹴ったりはしないんですね。さすが女の子。そうですね、うん、確かにね。採点は3項目を5段階評価で判定します。 5×3 の15点満点です。はい。その3項目とはお台場に関する知識力、リスナーに伝える表現力、イメージガールとしてのお台場愛の3つです。これを入れてアピールをしちゃってください。それでは、はい、なんかね2人の顔が緊張に満ちてきてだんだん喋らなくなってきた。ネイビーだからね。そうですねネイビーなんで。ネイビーだ。早速ネイビーだから色んなちゃんで暗い色んなちゃんで今回のお題を発表します。今回のお題は、はい、アクティビティです。お台場にはね、いろんな遊びができるところありますから。そうですね。いろんな方法でアピールしちゃってください。うん、持ち時間は1人30秒。では、準備はいいですか、わし。はい。どうぞです。とですね、私は、レインボーブリッジウォーキングを紹介します。はい。というか、お台場といえばレインボーブリッジですよね。レインボーブリッジといったら、踊る大捜査線。踊る大捜査線といったらレインボーブリッジ封鎖できませんですよね。これは、有名なんですが実は簡単に封鎖できちゃって、レインボーブリッジウォーキングっていうイベントで普通に歩くことができるんです。カンカンカンカーン。豆知識。豆知識。豆知識だとねすごい簡単に封鎖できてがいい感じだとねじゃあ続いてミス。やば私こんな豆知識なんか入ってないっすよ。どうぞ。はい私が紹介するのはお台場全域を使って昨日行われた東京アイドルフェスティバルです。おこれを来たね。あいうえお作文でいきます。はい。汗をかきながらいろんなアイドルが歌って踊る炎天下の大祭り。どうですか。なんのかごくん？あいうえおが。あいうえおで。あいうえおで。前振りしましたよ。あいうえおであいうえお作文したの。そう。二人目。え？あいうえお作文
ていうのはね、そういうものじゃないんだよ。え、アイドルフェスティバルだったらアイドルとかで作る。え、違うんですか。バカじゃん。なんか私なんか分かりやすく言ってくれてるのに何の言葉かわかんない。やばい、バカ丸出しじゃん今。すごいバカだ。というわけでバカです。判定が出ましたね。いいですか。カン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 って言うのも忘れちゃったよ。ワッシー4点、2点、3点、9点。あ、100点。ミス3点、1点、3点、7点。マジですか。過去にね、ミヨッシーか誰かも同じ感じで間違ってて、それ否定したのでね、今回はちゃんと覚えててほしかったし、さっきスタッフさんもあゆようで作らないようにねって言ってたよ。あれ嘘。もうちょっとあゆべを作りすぎてちょっと聞いてなかったですね。もうあゆべいつもあゆべで作ってたっていうね。あゆべじゃなくて何だか書きかけことかあるかなってすごく聞いてたんですよ。書きかけ。というわけでミスがすごく美味しい感じになってるけど、和紙の勝ちでーす。和紙おめでとう。あのエコーまでかけてもらったのに。そうそうそう。じゃあ簡単に分差できちゃいますの方が面白かったです。次はちゃんとあゆべを作文次できます のルールを守ってやって覚えました。ということで皆さんも2人のプレゼンを参考にアクティビティお台場で楽しんでみてください。さてこの後はウィークリーパーソナリティのコーナーです。今週はニコテンがお送りします。皆さんとはまた後半お会いしましょう。ここで1曲お聴きください。大原桜子でサンキュー。
お台場レインボーステーションをお聞きの皆さん、はじめまして。ニコテンのボーカルギター宮田光介と、ベースの広瀬成人と、ドラムの岡田和成です。よろしくお願いします。よいしょよいしょ。いや、そんな感じで、はい、ですね、僕たちニコテンのことを多分知らない方がほとんどだと思いますので、はい、まあ、これね、自己紹介というか、ニコテンとは何ぞやというのを、まず自己紹介から、はい、てか、ニコテンって何なんだっつって、うん、バンド名聞かれるじゃないですか、なるほど、ね、何ですかっつって、まずバンドなのかっていうね、そこからドラムの岡田君よろしくお願いします。なるほど、はい、我々はですね、ニコテン東京都内に活動しております、3ピースバンドですね、はい、結成が2010年なので、今年がなんと5周年になります、うん、2013年にですね、デビューをしまして、はい、まあ、今年4月の1日、はい、初めてのアルバムをリリースしたわけなんですけれども、はい、このニューアルバムアンシャンテリーゼについては、はい、また後半にお伝えする。まあまあ、そうですね、そんなこと聞きたいんじゃないんだよ、みんなは。何違うんだよ、何者なのかって話を聞きたいんだよ。そうなんだよ、何者なのかっていう。何者、うん、人間、ドラマーでしょ、僕。そうそう、岡田くんがドラマーね、ドラマーです、うん、これユーストリームで見てる方もいるから、自分でちゃんと言って。ドラマーです、僕はドラマーですよ、はい、はい、いいですよ、はい、はい、そしてベースは広瀬成人というね、ちょいポチャでやってますけど、ちょいポチャでね、ちょいポチャ、CP でやってますけどね、はい、その2人でやってる。いや、その2人でやってるのおかしい、君が一番ね、はいはい、一番前でこう歌う人でしょ、はい、ボーカルギター宮田さんでね、やってますけれども、もともとね、あの幼馴染とかではなく、うん、同級生とかでもなく、うん、バンドのね、友達というね、うん、ところから始まったニコテンなんですけど、うん、どうですか最近。最近どうですか、アルバムリリースしてどうですか。もう今10日間アルバムリリースして、うん、まあ、楽しくやってますよね。そんな別にファミレスの話聞きたくないよ。最近寒いなっていう。ああ、そう、本当に、うん、まあ、心はホットだけどねっつってね。ウェイじゃねえんだよ、二人で。そ, そうなんですね。まあ、ということでね、はい、今週はこの時間でニコテンがお送りしますということで、はい、早速いっちゃいます、はい、ここでいっちゃいますか、一曲。なるほど。いっちゃいます。一曲いきます、ね、はい、いっちゃいます。じゃあ、宮田さんお願いします。それでは早速ここで1曲お送りします。ニコテンで真夜中特急ノスタルゴ的な感じでですね、ユーストリームでは曲が流れません。ああ、そっかそっか。そうなんです。なんでここからはですね、はいはい、裏ニコテン、裏ニコテンで、裏テンでね、やってますけど、聞いてない、聞けないんだもんね。そうそう、ラジオを聞いてる方ではなく、ユーストリームの方は、なるほど、そうそうそう、これ音流れてないからね。そうそうね。じゃあドラムやってあげて。おお、来た。えい、あてどうねくたびに。持たない、尺が持たない、全然。持たせるか持たせないか、自分たちの自由だ。あ、そうかそうかそうか。こんな喋るバンドもいないですよ。そうそう、最近はね。本当にこんな、本当、わちゃわちゃしてますけど。うん、これ、ずっとここで画面が見えてるんですよね、自分たちのモニターとして。うん、そうで、しかも、ツイッターのコメントとかも。今ご覧、そう、時差があるから、時差がね、ちょうど俺がドラム叩いてるとこがね、うん、国でいうとどれぐらい時差があるんですか、今。5秒だから、まあ、大体東京間ぐらいじゃないですか。東京間?5秒だから。あ、そういうことで、だいぶちょっとよくわかんないこと言ってますけどね。うん、一応、この後ね、あのコーナーがあるんですけど、はい、このユーストリームの方だけわかるさ、うん、裏合図みたいなの入れときましょうよ。確かに。あ、どういうこと、どういうこと、なんか、あ、やってくれたあれみたいなさ。あ、なるほどね。そうそうそう、やたらと肩こうやって回すとかさ。だからラジオでは喋りでは伝わらないけど、そうそう、裏テーマ、アクションとしてってことだよね。そう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 、何がいいかね。だから肩やたらと動かして、やたらと肩回す。そうそう、で俺がよくやたらと肩回してませんかって。そう、あ、言っちゃうんだ。それそう、言ったら別にっつって何も触れないでいい。ああ、なるほどね。で、次のまたこのゾーンの時にどうでしたかっていう話をしましょう。あ、次のこのゾーンないんですよ。あ、そうです、ね、ユーストリームゾーンはこれ、うん、最初で最後なんです。最初で最後。本当ですか、うん、最初で最後です。花見した？花見ね、まあちょっとし歩いて。綺麗な話してるもんね。あ、花見の話をしてるね。そうそう。これちょっとよくわかんない。ちょっと拾い方下手なんだよな。これはね、いや、拾い方じゃない、振り方だよ、君の。ちょっと待って、これストップ、あれにしたらリセット。あ、あ、よくよく、ね、タイムキーパーも兼ねてね。じゃあ今聴いていただいた曲はっていうのをさ、もう有名ラジオ DJ の方風にさ、最後締めて帰ってきたら。ちょうだい。帰ってきた。俺が？そうそう。だからユーストリームの方はそれ分かるけどさ、ラジオの方は、ね、あれ？あの有名ラジオ DJ の方なんじゃないかな。いやいや、そのモノマネとかはできないよ。モノマネじゃなくていいよ。行きましょう。だから急に4人目が登場するみたいな感じになるんだよね。そう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 。それで行こう。で、さてっつって俺はすぐ切り替えるから。あ、オッケーオッケー。行きましょう、それで。これ今ちょうど2サビですか。一応ね、解説しとかないと。あ、解説ね。そうそうそう。じゃあ自分の想像でさ、うん、もしも歌うんだったらどんな感じで歌ってるかちょ
こっから。ピュー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 。ちょうどギターソロになっちゃう。ギターソロね。歌えなかギターソロ歌って歌って。カメラ目線で考えて。ピュー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 。ピュン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 。スタッフの方本当そうですよ、そこだけは本当に申し訳ないです本当に怒ってますからやめてくださいね本当に。いやありがたいね、いろんな方に聞いていただいてね。いや本当ですよ、うん、ツイッターとかも全然ぜひぜひつぶやいていただければね。これ俺ユーストリームって見るの初めてかも、ちゃんと見るの本当に。うん、これだからこれでタグつけてつぶやいたらここに載るんだよね、うん、そうなんだ。そう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 。ドラムの人いるのって言ってるよ。ドラムの人いるのって。いやそれどう見ても一番端にいるよね。妹大学合格おめでとうとか言ってそれは嘘でしょ今のは。そんな身内がいきなりいるわけないでしょあ、そっかそっか。そんなピンポイントで来る。そっか、身内の反抗だよ。身内の反抗だからね。シャープ身内ってハッシュタグついてるそしたらここ反映されねえよシャープ身内はここには反映されない。あ、そうなんだ。そうなんですよ。4月から大学生になりましたよ。あ、そうなんだ。これもユースト独占情報でそうですよね、はい、そうですよね。いいですね。ここからここから9分遊べますからまだ9分遊べるんだ。ここから9分遊べますよ。ああ、はい、そうかそうか。これこういうことですよね。ラップ9って書いてあるのは9分遊べるところですよね。いいな。そろそろ終わりますね。じゃあラジオに、ラジオモードに、ラジオモードに切り替えましょうよじゃあ4人目のメンバーの感じで。そうだ、それ忘れてました。そうだ、僕のかっこいいリバーブもお願いします。あれ終わりで行けばいいですよね、うん、曲終わりで、うん、今聴いていただいた曲はニコテンで真夜中特急ノスタルゴーでした。さて今日はお台場レインボーステーションを聴きの皆さんにニコテンについてよりよく知っていただこうということで、はい、こんなコーナーを用意しました、うん、題してニコテンの一万サクター。よいしょよいしょよいしょ。題してっていうのがね、リバーブかかっちゃいました、ね、僕の技量不足です、今、はい、で今ね、目の前にバラバラになった紙がいくつか小さく丸めて置いてあると。あ、あるね、ありますね、ありますね。で、紙の裏には質問が書かれているらしく、はい、その質問にどんどん答えていこうと、はい、だから一問即答なるから、もうパッて開けたらすぐ、うん、そうそう、だからパッ開いて、パッ、パッ、パッと早いね。もうそれができたいからね、はいはい、うん、でも、めくってからなんかそれについてこう広げたってとかしてていいわけ。いやそれもいやいや、それはもう自分の技量。まあそれ広げバンドでしょ我々。あ、自分の技量なのね。そうそう、自分の技量できますよ。じゃあ大喜利1枚引いてみる。本当にいいよ、引いてみて、引いてみて。じゃあね、これをいきたいと思います。はい、開いてみてください。早く早く。はい、あいみての後の心に。ゴンチュウナゴン厚田だのね。あ、ごめん、百人衆。百人衆じゃないから。ゴンチュウナゴン厚田だのね、髪の句ね。俺が読んだら誰か下のターンやるわけじゃないの。じゃないよ、打ち合わせしたらバレるからやめて。はい、ここだけの話、ライブ中の珍エピソードはどういうことで。はい。じゃあ、俺からいこうか。はい、はい、ベースを忘れたことがある、はい。バックパッカーズホステルのこと。はい。もうあの、前に食べ過ぎて胃が痛かった時がある。はい。じゃあどこから行きますか。いやいや、それはもうさばいてよ。あ、さばいていいのね。まあじゃあベース広瀬で言うと、僕はベースですよ、うん、ベースなんですけど、うんうん、ステージの上にベースを持っていくのを忘れたというね、うん、これもうお前パート何なんだというね、うん、出来事ありましたよね。これね、2人のリアクションが薄いの分かりますよ。普通に怒ってたからね、うん、そうそうそう、うん、だっておかしいもんね、どう考えてもね。そうそう、かっこよくと SE 流れて登場したのにベース持ってきてないから楽屋戻る。そうそうそうめっちゃ恥ずかしかったですね、うん、ありましたね。はい、じゃあ次宮田さんどうですか。僕あのバックパッカーズホステルっつって、まあ僕らまだまだ新人なわけで、まあ、はい、ど新人なんだね。まあ、あの本当にバックパッカーっていうその海外の方とかが泊まりに来る安宿みたいなのがあるんですけど、うん、はい、まあそこでまあメンバーと一緒に泊まったりしてたんですけど、はい、うん、はい、まあ僕ら以外が海外のお客さんが多いので、まあ本当に日本語が通じないみたいなことが多くありましたよね。なかなかありましたね、うん、僕らのマネージャーがね、パッて登場してチェックインしたいんだけど、はい、日本語が通じなくてチェックインできないという出来事があって、ありましたね。で、領収書くださいって言ったらメモ書きに領収書って書かれて、あ、紙切れでこうやって書かれたっていう出来事もありましたね、うん、で、ドラムの岡田くんが、僕はね、本番の30分前ぐらいにね、辛いの大好きじゃないですか、僕ちょっと初めましてです、うん、初めましてでした。辛いの大好きなんですけど、そうなんです、僕そう、はい、辛いカレーをね、バー食べたら、はい、本番中胃が痛くて、はい、汗が止まんなくなっちゃって、はい、なんでこれ最後に回したのかな、俺を。いやいや、それ OL のブログなのかなと思ってそうだよね、そういう感じだよね。ですよね、うん、ほぼ OL のブログということで、じゃあ宮田君弾いてください。はい、次いきます。はい、はい、これをじゃあ開けます。はい、僕実はこう見えて〇〇なんです。はい、じゃあ OKD からバンと。はい、僕実は片付けが苦手なんです。はい、
僕はこう見えてゲーマーなんです、はい、僕はこう見えてめめしいんです。はい、はい、じゃあ岡田君からいきますか。そうだね、俺が一番あれだね、あの、うん、まあもう言ったもう読んで字のごとくなんだけど、いやいや読めないからさ、あ、そうか、皆様、うん、あのもう、はい、部屋片付けるのがねとにかく苦手で、実は結構ね汚いんですよ部屋が。あ、そうなんだ。家には行ったことないもんね我々。うん、一回も行ったことない。絶対に入れたくないもんだって、うん、本当に。そう、CD ってさ、もう棚に入りきらない CD だからさ。 CD って何？そっから CD、うん、職業は何だったっけ？ミュージシャンです。ミュージシャンですよね、はい、そうなんです。 CD コンパクトディスクっていうんですけど、ね、ああ、それね、80年代後半から普及し始めた、ね、あの MO って昔のあの記録媒体だったやつでしょ MO って。ちょっと何だっけそれ。どうぞ。あの、まあその CD とかがね入りきらないのは床に置いてあったりするわけ、うん、そうそうそう。でこれがね崩れちゃったりとかすると大変なんだよね、うん、なるほどね。そうそう、確かにそれは実はこう見えてかもしれない。意外と綺麗好きっぽいからね。ぽいでしょ、はい、髪もねちゃんとしてるから。じゃあ次宮田くん。はい、あの僕ゲーマーと言わせてもらったんですけど、なんか話には聞きますよゲーマーだと、はい、あの PS4 を最近購入しまして、はい、すごいんですよやっぱり最近は、はい、あのオンラインで友達と一緒に、うん、まあ、僕がやってるのはマインクラフトっていうゲームなんですけど。マインクラフト、おい宮田と、お前ダイヤモンド掘ってこいって。いやいやいや、わかりました。ちょっとわかんないです、わかんない。ちょっと待ってください、ダイヤモンド掘りに行くゲームですか？あ、まあ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 、基本的にはそういうゲーム。オンラインで友達とそういう話をするの？そう、オンラインでスカイプで友達と一緒にグループ作って喋りながら、おい宮田と、はい、雪取ってこいって。あー、そこダイヤモンドじゃないんだ。そうそうそう、雪取りに行ったり、雪取りに行ったりね、ずっとやってる。そうなんだよ、しかもゲーム上で宮田って呼ばれてんだね。ね、呼ばれてる。本名って言ってた。本名、本名。あ、そうなの。もしも本名じゃないとしたら、なんて名前で岡田さんやりますか？俺だったら、そうだね、PS5 とかで行こうかな。はい、ということで僕の、実は丸々なんですよ。僕女の子っぽいんです、うん、ということで、めめしい、うん、ということで、これね、見た目の方はほぼクマなんじゃないかと、うん、なるほど、テディベアなんじゃないかと思ってる方たくさんいると思うんですけど、ちょっと全然、うん、今言われて初めてちょっと考えようと思ったけど、うん、ああそうなんですね。あの僕あのパンケーキとか好きじゃないですか。それも初めてだった、ね、あ、本当ですか、うん、結構パンケーキ好きでおなじみなんですけど、まあね、まあね。そう、あとなんかこう女子トークじゃないですけど恋の話とかするの好きじゃないですか、うん、それはなんかでもよくしてるね、確かに。そうそう、ってなってきた時に俺実はめめしいんじゃないかなと思いまして、うん、これちょっと直したいなと、男らしくいきたいのよ。お、最近始めたことあります。何？筋トレ。あ、まずあの体から鍛えてこうってこと。そうそう、形から入るタイプ。なるほど、なるほど、そういうタイプね。何してるんですか？いや、スクワットですよ。スクワット一択。結構ストイックなんだね。でしょ、ね、太もも待ったなしよ。太もも待ったなしよ、ちょっとよくわかんないけど、プルプル待ったなしですよ。下半身がスッてなって上がグッてなってこう、そう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 、逆三角形みたいになるわけ。そうそう、逆三形を、え、逆三角形系、逆三角形男子ね。男子でございます。そしたらもう一個ぐらいいけんじゃないですか、うん、もう一個ぐらい。じゃあ最後俺が引きますね。はいはいはい、じゃあ行きますね。ゴス、いやいや、逆なのよ、髪が。逆、髪が。これ、ゆっそり。伝わんないからね。伝わんないがよ。行きます。好きなフランス語。好きなフランス語。じゃあ、オーケーにいきますか。セボンじゃないですか。はい。僕は、キュイジニエ。うん、じゃあ、僕、パリ。はい。はい、まあ、セボンってもある。いいねって。セボンって。いいねって感じなんだけど。そうなんだ。それ、いいねって。でも、超いいねってなったら、セシボンってなるんだけど。そうなんだ。そう、じゃあ使ってよ、この後。この後じゃあいいところで。そうそうそう。あ、じゃあ会話の端々で。端々で。端々。節々。節々。節々じゃない。はい。じゃあ宮田さんは。僕、キュイジニエって言って、うん、これ僕、ご飯食べるの大好きなんですけど、セボン、フランスで。おぉ、使われたね、いきなり。はいはい。で、キュイジニエっていうのが、料理人って意味なんですけど、へ、う、ぇ、んまあ、一時期、料理人目指したみたいなところも、うん。え、板前系？あの板前系男子。小学校の頃の卒業アルバム、うん、僕は料理人で、あ、そうなんですね、夢で書いてたんですけど、得意料理は今あるんですか？得意料理は、きゅうりの浅漬け。あー、なんかちょっとね、なんとも言えないところですけど、ボンとも言い難いところなるほどね、うん、じゃあ今後作ってみたい料理とかはあるんですか？今後作ってみたいのは、牛ヒレとフォアグラのロッシーニ風、うん、あー、セシボン。いや、ちょっと待って、いや、ちょっとリバーブかけらんないし、そうだ、うん、かけらんないし、うん、牛ヒレと誰がフォアグラのロッシーニ風、なんか3人ぐらい登場人物いません、うん、そうだね、人の名前だね、少なくとも、ね、最後ロッシーって言うじゃん。いや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 、すごいな。それがすごい美味しいんですよ。あ、そうなんですね。それ作れるようになったら、じゃあぜひね、食べさせてください。あ、ぜひ、はい、お願いします。皆さん多分っていう2つかな、以上2つな感じ。もっと、なんか言ってなかった？あ、パリでしょ。ああ、じゃあ僕だからさ、フランス語が分かんないから。ああ、なるほどね、うん、そうそうそう、だからフランスで唯一分かる京都、パリ、うんうん、
首都ね。首都、あ、首都なんだね。そう、首都です。パリです、ね。パリですよ。はい、あ、そうなんですね。パリ行ってみたいなっつって。行ったらよろしい、行ったらよろしい。行ったらよろしい。行ったらよろしい。モンセモンセモン。ああ、雑に使いますね。すいません。あ、じゃあ、なんかもう少しだけ時間あるから、1個だけ、じゃあ、うん、1個だけ、1回だけね。はい、あれよ。岡田くんだけ答えて。俺だけ、うん、オッケーオッケー。最近泣いたこと、うわ、泣いたこと、泣かないんですよ、私、全然。じゃあ、最後に泣いたのはいつ？最後に泣いたのはね、あのね、多分ね、普通にライブの反省会とかしてて、俺、泣くじゃん。あ、まあ、それ確かに、うん。ごめん、つって。そうそうそう。いきなり泣き始めますね。帰りの車の中とかで突然泣き出すじゃん。後部座席から泣き声聞こえてきたことありますよね。はいはい、ありましたね。あったあった。じゃあ、もう一個、自分で答えて。あ、もう、そうです。俺が行くの？いいです。はい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 。これだけは譲れないこと、はい、これだけは譲れないこと、電車の端っこはやっぱり譲れないかな、座りたいな俺は。そしてニコ天一問一答でした、ありがとうございました。ありがとうございました。いつも即答なんだけどね。あ、即答間違えちゃうっていうね、うん、さてさて、うん、そんな僕たちですが、はい、4月1日にニューアルバムアンシャンテリーズをリリースしました。はい、これだから多分あれだよね、さっきその好きなフランス語って聞かれた、用意してあったっていうのは多分このタイトル由来だよね。お、そうだね、そういうことになってきます ね、うん、ね、はい、じゃあアンシャンテリーゼってどういう意味なんですかっていう人が多分多いと思うんですよ、うん、それ答えましょうよ、はいはいはい、じゃあまず宮田さんからいきますか。から、はい、喋っていいですか。アンシャンテリーゼっていうタイトルを今回つけたんですけど、はい、まあエンチャントっていう言葉がありまして、はい、英語でね、まあ、それが、まあ、英語の意味で、まあ、魔法にかけられてっていう意味がありまして、うん、そこからまあその言葉を使いたいなっていうのを自分の中で思ってて、うん、でまあ、岡田くんとか広瀬にその話をしたら、お、岡田が、なんだっけ、なんて言ったんだっけ、あの、その、まあ、エンちゃんといろいろ調べてるにあたって、うん、フランス語で、そのエンちゃんとのことをアンシャンテっていうんだよね、うん、アンシャンテがこう、初めましての挨拶とかでも使われてて、うん、こう、あなたに会えてよかったみたいなね、そういう意味を含んでるんですよ、うん、なんか、なかなか素敵な単語だなと思って、ね、素敵ですよ、それは、だいぶアンシャンテっていうのが使いたくなって、うん、で、それをまた岡田くんに投げたわけですよ、うん、そしたら岡田くんが、なんか造語にしたいよねって。おー、そうそうそう、出た、造語キャラね、うん、造語キャラ、俺造語キャラだからさ、うん、そうそうそう、だからシャンゼリーゼをね、加えたのね。おシャンゼリーゼ、こう歌の歌詞の中にね、シャンゼリーゼ、オーシャンゼリーゼって歌あるじゃないですか。ありますね、有名な曲で、あの歌詞の中にね、うん、晴れでも夜でも、こう晴れでも夜でも、晴れでも雨でも、昼でも夜でも、欲しいものはシャンゼリーゼ通りの中に全部あるよって、うん、はいはいはい、この結構バラエティ豊かなアルバムになってますんで、はい、これがね、その歌詞に合ってるなと思って、はい、うん、アンシャンテリーゼ、アンシャンテリーゼね、結構いろんな、どういう意味ですかって聞かれますけど、今一番ちゃんと詳しく喋ってるぐらいちゃんと喋りましたね、うん、そうですよ、アンシャンテリーゼ聞いてる皆さんだけにお届けしてます、はい、うん、これバラエティ豊かという意味で、はい、たくさんの方とご一緒してますよね、内容で。そうですよ、サンボマスターの山口隆さんに楽、はい、曲を書いていただいた曲も涙を吹きないよという曲もね、はい、ありますし、そしてユニゾンスクエアガーデンの田淵さんにプロデュ、はい、ベースのね、田淵智也さんにプロデュースしていただいた、はい、曲もあり、はい、それが先ほど聴いていただいた、はい、真夜中特急のスタルボールっていう曲なんですけどね、はい、そしてアルバム通してプロデューサーがお二方いてね、そうなんです、はい、あの浅田真一さんと、はい、川口大輔さんというですね、偉大なプロデューサー、偉大なプロデューサーの方ですよ、はい、そんな方たちに支えられてできたこのアンシャンテリーゼ、はい、まだねライブやってないですね、発売してからやってない。あー、やってないね、やってないんですよ、うん、ってことは、はい、明日のライブが、ちょっと待って、ああ、先走っちゃった、先走っちゃった、いやいや、下手か。ごめん、明日ライブがあるんですよ、そう、そう、ここでね、僕たちのニコ天の今後のスケジュール、はい、お知らせしたいと思います。はい、はい、じゃあ私が言っちゃっていいですか。じゃあ俺がやる、じゃあ俺がやるいいよ。ああ、じゃあ俺、じゃあ岡田がやりますからね。はい、そうなんです、もう先ほど先走っちゃいましたけども、はい、4月の11日、明日土曜日ですね、うん、渋谷のラママというところで、はい、あのハウル・ビー・クワイエットとグッド・ワープというバンドと3番で3組でお届けしますね、はい、キッチン2個ということで、はい、あの我ら企画なんで、はい、我ら主催なんで、ね、はい、ぜひとも、まあ、若干ちょっとだけ余ってるのかな。そうですね、チケットがね、うん、もし明日お暇な方がいたらね、ぜひ来ていただきたいのと、はい、あと4月の28日の火曜日にですね、はい、渋谷のデュオミュージックエクスチェンジというところで、はい、ニコラボスペシャルと題しまして、はい、あの私たちがずっとやってるアコースティックイベントですね、そうですね、ニコラボというアコースティックイベントのスペシャルバージョン、はい、お送りいたします。こちらですね、堂島康平さんとヨーキングさんの、はい、なんとも偉大な先輩、はい、大先輩ですよ、お二人と一緒に、はい、一緒にやりますんで、うん、こちらしかもね、はい、アコースティックで、はい、あの椅子に座っていただいて、そうなんですよね、ゆったり楽しめるということでね、はい、去年1年間ね、アコースティックというライブの中で、そのイベントの中で僕たちカバーなんてやったり、うん、コラボにコラボもしてましたね、やったりしました、また本番でね、当日ね、お楽しみ
なるほど。していただいたら、もしかしたらね、あるかもしれないですよね。そうですね。そんなこともありつつ、うん、そして明日のライブではいろいろ発表もね、できたらいいなと思ってますので、はい、いや素敵なライブイベントになるんじゃないですか。そうですね。我々が出演バンドがというかね、企画者が素晴らしいイベントになるっていう日は素晴らしい日になりますよ。まあそりゃそうですよ。そうですね。当たり前のこと言いましたね。当たり前のこと言いました。はい、バンドもね、アコースティックももう絶好調でお送りしてますんでね、ぜひともお待ちしてます。お願いします。詳しくはね、ニコテンのホームページ、ツイッターなどチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、そろそろエンディングでございます。エンディングなんだね。いやいや、そりゃそうでしょう。早いね。早いね。早いね。あ、なんで肩回してるんですか？あ、全然なんでもない。あ、なんでもないですか？まあね。ということでね、これを聞いていただいている全国のリスナーの方や、はい、あのファンの方に、はい、最後、宮田さん。一言よろしくお願いします、はい。365日に感じるこういろんな感情だったり、はい、まあ、いろんな気持ちを、答え合わせするようなアルバムができましたので、ぜひ聴いてくれたらなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。そしたらもうちょっとお時間あるから、はい、OK でいい。これそうですね、まあ本当にこのラジオ今全国の方が聴いてくださっているということで、うん、はい、まあ、我々今東京のライブしかお知らせできてないですけど、もうぜひ今年はね、なるべく早く全国に行けるようにということで、ね、うん、行きたいね、はい、こちらもですね、はい、まあ、ホームページをね、はい、チェックしていただきながらね、はい、情報を待っていただければと思いますね、はいはいはい、という感じですか。そうですね、うん、そしたら僕も言いたいんですけど、まあ、ほぼ言われるという、うん、ほぼお二方が言ったことをもう一回繰り返す感じになっちゃいますけど、うん、大丈夫ですか、うん、まあ、言いたかったらどうぞ。いや、それは言いますよ、はい、いやこれね、聞いてくれてる人にぜひ伝えたいのが、うん、今ニコテンというバンドすごくいい状態じゃないですか、バンドとして、はい、今のニコテンをぜひ見てほしい、うん、そしてこれからのニコテンも見逃さないでほしい。どうですか、これ昨日の夜から考えてました。素晴らしいです。いいでしょ、いいと思う。いいでしょ、はい、素晴らしいでしょ。まずはね、はい、CD を聴いていただいてね、はい、アンシャンテリーゼ、アンシャンテリーゼ4月1日発売したばっかりですから、はい、こちらをぜひ聴いていただきながらね、はい、YouTube とかにもね、トレーラー映像だったり、映像だったり上がってますね。ぜひそちら素敵な映像が上がってますので、それではね、最後にこの曲を聴きながらお別れです。じゃあ、はい、OKD いきますか。お、私がいいんですか。はい、じゃあ最後に曲紹介をしたいと思います。それでは聴いてください、はい、ニコテンでキュルリ。本日のお相手はニコテンのボーカルギター宮田光介と、ベースの広瀬成人と、ドラムの岡田和成でした。バイバイ。
お台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週はどっちが紹介してくれるんですか。はい、今週は私鷲尾恵子がご紹介します。はい、お願いします。はい、まずは本日ご紹介するのは映画バードマン、マジックインムーンライト、そしてギリシャに消えた嘘の3作品です。3本立て。はい、まずは本日公開の映画バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡をご紹介します。バットマンではありませんよ、うん、きっと誰しもが知ってるダークヒーローだと思うんですが、うん、バットマンは知ってる。今回紹介するバードマンの主役はそのバットマンのマイケル・キートンが演じています。同じなんだ、うん、はい、なんだ、すごい。ここで少しストーリーを。かつてヒーロー映画バードマンで一世を風靡した俳優リーガンはその後のヒット作に恵まれず落ちぶれた生活を送っていました。再起をかけレイモンド・カーバーの愛について語るときに我々の語ることを自ら脚色し主演も兼ねてブロードウェイの舞台に立とうとします。がしかし降板した俳優の代役としてやってきたマイクの才能がリーガンを追い込んでいきます。さらに娘のサムには愛情が伝わらず彼は精神的に追い込まれ舞台の役柄に自分自身を重ねていきます。するとバードマンが現れて果たして彼は再び成功を手にし家族の愛を取り戻すことができるのか。主演は冒頭でも紹介したようにバットマンのマイケル・キートン、他にエドワード・ノートン、ナオミ・ワッツ、アメイジング・スパイダーマンのエマ・ストーンらが共演。監督はバベルのアレハンドロ・イニャリトゥ監督です。全編ほぼワンカットという撮影で挑む本年度アカデミー賞作品賞受賞ほか最多4冠に輝く今年最強の一本、超話題作バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡は本日4月10日東宝シネマズシャンテほか全国ロードショーです。へー、見たい。今日からなのね。今日なんですね。もうやってるわけだ。はい、そして次にご紹介するのはマジックインムーンライトです。ところでお二人は魔法が使えるとしたらどんな魔法を使いたいですか。食べてもこれ以上太らない魔法をお願いします。いいですね。私今すぐ瞬間移動ができる魔法が欲しいです。ここからいなくなっちゃういいね。まあいろんな魔法があるとは思うんですが、うんうん、この映画はそんな魔法を使う女と魔法を信じないマジシャンの男のお話です、うん、この世に魔法や超能力など絶対に存在しないと信じるマジシャンのスタンリーは中国人に扮装し華麗なイリュージョンで喝采を浴びる日々を送っています。そんな日友人の依頼で大富豪の家に出入りしている女占い師ソフィーの真偽のほどを見抜いてほしいと頼まれます。早速スタンリーはコートダジュールの豪邸へ乗り込んでいきます。ところが実際に対面したソフィーは若く美しい女性でした。そして驚くような投資能力を目にしたことでスタンリーは価値観を覆され、さらには容姿も性格も完璧な彼女に惚れ込んでしまいます。果たして2人の間に魔法とトリックは存在するのでしょうか。監督脚本はブルージャスミンのウリー・アレン、主演は英国王のスピーチでオスカーを獲得したコリン・ファース、そして先ほど紹介したバードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡で今年度の賞レースを賑わせているエマ・ストーン。ウリー・アレン監督の最新ロマンチックコメディマジック・イン・ムーンライトは明日4月11日より新宿ピカデリーほか全国ロードショーです。はい、ありがとうございます。楽しいね、ロマンティックコメディ見たい、ね、そして最後にご紹介するのはギリシャに消えた嘘です。舞台は1962年のギリシャ。アテネでツアーガイドをして生計を立てている少年ライダルは旅行できたというアメリカ人夫婦とパルテノン神殿で出会います。早速リッチな彼らのガイドを申し出たライダルでしたが、その夜夫婦の宿泊するホテルに現れた探偵を夫のチェスターが殺してしまいます。それを目撃したライダルがその後始末を手助けしたことから3人の運命は激変。実はチェスターは投資家を欺き大金を奪った詐欺師だったのです。3人は逃亡を図りますが、次第にライダルはチェスターの妻であるコレットと親密な関係となり、嫉妬心に駆られたチェスターは平常心を失っていきます。やがて警察の包囲網、捜査網に追い詰められた3人は破滅への道を突き進んでいきます。主演はチェスター役にイースタンプロミスのヴィゴ・モーテンセン、
コレット役にマリー・アントワネットのキルスティン・ダンストと、そしてライダル役にオスカー・アイザック。これが監督初挑戦となるドライブの脚本家ホセイン・アミニ。その出口なき苦労しい迷宮は神が愚かな人間に与えた残酷な試練か、それとも罠なのか。パトリシア・ハイスミスの傑作小説殺意の迷宮がハリウッドの豪華キャストで映画化。ギリシャに消えた嘘は明日4月11日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国ロードショーです。はい、わっしーありがとうございます。盛りだくさんだったけど、はい、全部雰囲気が違ってね、すごいですね。全然違う映画がいっぱい、うん、どれもこれも見たいね。そうですね、明日映画館に行けばはしごできる、うん、全部できますよ、1日かけてすごい、 すごい、やりますか、うん、やっちゃいますか、やっちゃいますか、うん、いいですね、いいね。わっしーそんなこと言って来てくれないんですよ私のデートの撮影には。いつでもいつでも来てくれるって、うん、あ、本当に誘ってください。じゃあ見に行きたいと思います、わっしーと、はい、一緒に。え、誘ってくださいよミスはミスはちょっとさっきほら なんでよ恋愛禁止って言ってたから。恋愛なんですかこれ、ガチ恋ですか。あ、違ったちょっとすいません、うん、さて番組もそろそろエンディングなんですが、ここでもう一度インフォメーションを、ミス、はい、お願いします。はい、各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-6457-1462 東京 03-6457-1462 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。はい、ミスありがとうございます。そして全国のミスミスの皆さん、耳寄りな情報があります。おミスがね、告知のメールアドレスにひらがなで ORS ちょちょちょ振り方振ってて可愛くない。しかもひらがなめっちゃ可愛いんだね。なんか辛いです、赤ペンで、ね、縦にギュッて潰れた文字なんだね、うん、ぺちゃんこなんです。ちゃん反対にワッシーの字はちょっとちっちゃいよ。あ、ちっちゃ、ちっちゃい形状だ。いるね、こういうノート。これ羨ましいと思う。いつも自分がノートにギュッて書いてる子。分かればいいかなと思って。あ、でも読めるんだ。読めます。じゃあ老眼にはならないね、きっと。確かに。うん、私老眼なるじゃん、めっちゃ。もうでかいもんだって。私これの4倍なんだ。あ、4倍。ノート4マスに1字で書いて、1文字で書いて。小学1年生のひらがなの練習みたいな。漢字練習帳みたいな。でかっ、やっぱ文字の大きさは体のサイズに比例するんでしょうかっていうのがちょっとね、でかっ、分かってるのよ。そう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 、そんな気がします。そうだ、ね、というわけで本日もお別れの時間が近づいてきました。お相手は第14期シーサイドイメージガールの和尚恵子と、はい、同じくミスこと桃井美鈴と、メインパーソナリティは服部あゆみでした。良い週末を。良い週末を。お台場 TV とウォッチミー TV をご覧の皆さんにはもうちょっとだけお付き合いいただきます。いやー今日も楽しかったね。コメントがね今日はいっぱい来てたんだけどね。ありがとうございます。どうですか、アルファベット読めないのね。読めますわ、読めるけど間違えたらあれですし、なんか間違えちゃったらってみんな違うとこにメール送っちゃうじゃないですか。あ、そうだね、そうよそうよ、帰ってきちゃうからね。そう、あそこメイラーデーモンが、メイラーデーモン、はい、デーモン、デーモンか、カッタ的に違うよなんか 1万と何歳とかそういうのじゃなくて、あのメールアドレスを存在しないアドレスに送っちゃうとさ、あの英語でブラッサー、そう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 、あれメイラーデーモンって呼んでんだけど。そうなんですか、てかメイラーデーモンって書いてあるんだけど。え、本当ですか、勝手に読んでなかった、うん、あ、違うよ違うよ、エラーメイル合ってるよね、多分私が英語読めなかったわけじゃなくて、多分合ってます、合ってますってコメントが、あゆみちゃんが大きいとそっちにしようか、メーラーデーモンも多いそうです、いいですね、デーモンは。夢画の字ってあんまり多分さ見せる機会ないよ ね、 ないよね、大好きとかでなんかホワイトボードに書いてみたいな、うん、絵をやったないです、絵を描いて。じゃあ、うん、ミスは今度このぺっちゃんこのぺっちゃんこのひらがなを、すごいぺっちゃんこ、かわいくない、ぺっちゃんこ、プリクラとかでね落書きしたい感じの文字、本当ですか、こういうスタンプだったらしたいよね、やった、スタンプにしよう、そういう文字ですぺちゃぺちゃってしてます。ということで字が、イメガの文字が見えるタイミングを今後どんどん作っていきます。それ 見たいのかよくわかんない、確かになんか汚かったらちょっと切なくなるじゃないですか、ボードとか持ってね、あ、そう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 
そういう感じで。いや、ぺっちゃんかな、もちろん。なんかワッシーのテンションが上がってきて私は嬉しいので、この感じで ね締めたいと思います。締めたいですね。お、なるほど、うん、いい、元気に良い週末をって言える？はい、言いましょう。言えますか？はい。ミスは、ミスはできたね。ミスは大丈夫。いくよ、せーの、良い週末を。